今週気づいたことね。あの1週間生活する上で私獣医光が気づいたことを軽く喋ってからタイトルコールをしてお届けするミスターチルドレンの桜井大先生も聞いているこの面白い番組でございますけどもね。僕らの音楽っていう番組ね、ミスターチルドレンの桜井大先生が今一番会いたい人誰ですかと聞いたところですね、伊集院光だということで、トークをしまして、私のこう周りのオンエアを見た人からの反応は死刑桜井大先生と伊集院の距離が近い上にお前がでけえからなんかあのプロ野球スピリッツでズレータが打席に入った時いけない今日はミスチルファンの女子が初めてこの番組を桜井さんが好きな番組って言うならちょっと聞いてみようかなみたいな人がいるわけですから、ここ大先週のこうスペシャルウィーク以上にこれ大事なので、今週気づいたことをまず私叫ばせていただきたいと思います。チッツチッツです、チッツですよ、チッツああいうのをこう辞典で引くじゃないね、男子は引くんです、そういう作業も無駄に見えるが捨てたもんじゃねえなって今週思いました。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、大事な話なんだよ。チッツッツッにこうスタッフ総勢でのれんをめくってやってんのっつった一見さんが全員帰ったみたいになりますけどね。いやむしろですよ、ね、むしろ今週に限ってはその僕らの音楽効果でチップをお持ちの皆さんがいらっしゃってる可能性がある。わけですから私も持ってるみたいな感じになってるわけですよね。私も持ってるやつの話から入るんだったらちょっと聞いてみようかみたいな、ふくりの話は後でします。たっぷりぺったり内ももにぺったり後で、ホットカーペットの上であぐらをかいていたらふぐりが内ももにぺったり、後でします。ほらこの話の方はみんな多分今日入ってたのれんをくぐって入ってきたあのこの店あの桜井君も来てるらしいよのお客さんはついてきませんよ。あの人たち別にそんなホットカーペットの上で長時間あぐらかいたところで内ももにふぐりがぺったりしないんですから、むしろ膣の話をした方がいいんです。よくそういうさいやらしい言葉をさ辞典で引いたりとかしたいと思うんですよね。最初のうちは国語辞典とかで引いて、まあ、なんか難しく言ってるけどエロいことを難しく言ってるみたいなね感じで思うわけです。でまあ辞典を買うたびにやりますから、緩和辞典でもこんな字書くんだ、クボっぽいみたいなのとかも思うじゃないですか。でさらには英和辞典とか和英辞典とかそういうのも調べるようになるんですけど、まああんなものは無駄ですよね、無駄だと思ってたんですけど、あのね一気にあれですよ、タレントの日常の話に行きますよ。友達に会ってで友達と話してた時に冬になるとチンチンが痒くなるみたいな話になったんですよ、ね、いやこれなんか俺ね冬に必ず一回チンチンの痒い1週間があるんですよ、ね、で
まあ俺の中ではチンチンのスペシャルウィークって呼んでますけど、あ入ったんだっていうありますよね。いつも何気なく聞いているラジオ番組とかが、あなんか現金プレゼントとかやってるからスペシャルウィーク入ったんだみたいなあるじゃないですか。ああいう感じで、あなんかちょっとかゆいなっていう、昨日あたりからかゆいな、これスペシャルウィーク入ったんだと思って、だからまああのスペシャルウィーク、まああのラジオの方のスペシャルウィークは楽しみにしてる人もいれば、通常コーナーがなくなるんで嫌がる人もいる、まあそれは半々というか、まあ楽しみだったら7割ぐらいだと思いますけど、まあチンチンが痒くなるのはそんなに楽しいことじゃないんですけど、でその話をちょっとそんな話になったんです。したらそいつがすごいいい薬があるんだよ話になって、でこれが法律的にどうなのか知んないけど、タイでそいつは買ったと。タイで急にチンチンが痒くなって、そのタイの、お店で買って、したら飲み薬なんだ。でそれを1週間ぐらい飲んでたら、そいつもチンチンが痒かった、すごい痒かったんだけど、お前なんかより全然痒かったんだけどね、もうチンチンが痒いのを書かないで我慢すると、お前今パフュームの真似してんのみたいな感じな動きになるぐらい痒かったっつってたから、何カクカクしてんのみたいな、そういうぐらいの、今ほら僕らの音楽聴いてる人はほらそういう音楽情報みたいな例えが入った方が絶対いいから、それですごい、それが治ったという薬があるんだよ。わざわざそいつ、まあうちから30分ぐらい離れたところに住んでんだけど、一旦取り行ってくれて、でこれなんだけどさって言うんだけど、ちょっと俺が気になったの、まあ、1日1回飲むんだと。でいて、そのタイのお医者さんには1週間ぐらい飲めって言われたんだけど、自分は3日ぐらいでもうすぐ治っちゃったんだよって言って、ただ俺がちょっと気になったのは、多分そういうのってタイのお医者さんに処方してもらってて、それを輸入していいかどうか、個人の幸福追求権のもといいのかどうか知らないけど、それ輸入するのはいいのかどうかも分かんないし、その薬のカテゴリーが分かんないから、でもっと言えばそれをさらに他人に渡すのは多分ダメだったりするんじゃねえかなって言うんで、一応もらわなかったんだけど、見てたら、そうなんだと思って見てたら、ちょっとやっぱ日本の薬より海外の薬ででかいじゃん。海外のさ、アメリカで売ってるビタミン剤ってさ、もう飲むの骨折れるぐらい、飲む行為で不健康になっちゃうんじゃねえかと思うぐらい、喉越しでなっちゃうぐらいでかいのと一緒で、でかいなって思ったのと、で怖いじゃん、まずそのどう聞くか分かんないから。でもさ、そのタイ語と英語でその効能書きみたいな横に書いてあるんだけどさ、ほぼ読める文字がないんだけど、一個だけ in VAGINA っていう字だけ分かって、おこれ中学校の時見たことある、この単語、英単語ほとんど見たことないけど、 in は中にだよなみたいで、なんかワンデイとかナイトとかだから、これは飲み方だなって、夜使え1回、1日1回夜みたいなことがあって、その後にその in VAGINA 的なやつ書いてあるわけで、そいつは何度確かめても飲んで聞いたって言ってるの飲んで聞いたって言ってるけど、これ違うなっていう、膣に挿入する薬だっていうことが、俺初めて英語この長い年月英語をに対して苦手意識を持つけど、あやっぱり英語ってやっとくべきだなって。でまあそいつはもうちょっとそう言うと、その場で飲め飲めって言うけど、多分そういうの、多分薬事法とかも多分あるだろうし、俺分かんないし、大体そのちゃんとその日本のお医者さんに聞いて買って飲むからいいよって思ったけど、多分そいつは再発したら飲むんだろうなと思いながら、まあ見てて、でもまあこういう話が多分ミスチルのファンの人大好き、そのミスチルでアルバムの中で僕一番好きな曲これです、水上バス。最近さ1曲目とか聞きながらさ、次何の話しようとか思ってるわけですよ。次はどんな実の話をしようかなって思ってるんだけどもね、それが曲が終わって喋ろうと思う瞬間に忘れる病なんだよ。もうこれはもうどうしようもないんだけど、あの感じ、朝起きてすっげえ怖え夢見たと思って、うわー怖え夢見たと思って、これ誰かに話したいと思うそばから怖さだけ残ってて忘れる感じで、多
多分膣関連の話だと思うんだけどな。なんだろう、どんな膣の話をしようと思ったんだろう。いやこれ思い出そうとしても多分もう思い出せないんで、なんかこうあのぼーっとした時に急に思い出して、そうそう膣があって、あ多分一人ぼっちの時に叫ぶからじゃあ似たようなところであの話して、あのしてなかったんで、忙しいわけですよ、僕すごい日々忙しいわけです、タレントですから。僕もどれぐらい忙しいかっていうと、ハードディスクレコーダーに取りためてたガイアの夜明けをあの4話ごとにブルーレイディスクに入れて、でそのブルーレイディスクのあのラベルあるじゃないですか、ラベルをちゃんとテレビのガイアの夜明けのあの大事あるでしょ、大事を一旦パソコンに取り込んで、であれだけちゃんとやった上にあのいい場所の役所工事の役所工事がちゃんと口から吹き出してガイアの夜明けってなってるようにした上で今回まあ、結構溜まってたんで、日本の漁業を救えとか、妻を介護する日とか、匂いに正気ありあたりのこうタイトルと日にちを全部入れて、でそのそれぞれのタイトルに合ったフォントをもうすごい忙しいんです。もうねそれをね、ああじゃないこうじゃないって作ってね、であと僕は不器用なんでラベルを貼ったと思ったらちょっと気泡が入ってたからやり直しなんていうのやってますとね、こんなハードスケジュールじゃもう俺ダメになっちゃうよっていうもう感じなぐらい忙しいんでね。ただね、そんなことばかりやってはいられないわけですよ。私だって41歳ですよ。そうやってね、お呼ばれでテレビに出ることもあればですよね、その年末年始のスペシャルに出ることもあるということで、あのどうしてもっていう、もうこれだけはどうしてもっていうスケジュールがありまして、まあ、何のもういいかなって、いいよそういうのもうその柄じゃないしみたいなのもあったんですけど、まあどうしてもっていうんで、あの原付免許の書き換えに行ってきたんですよ。あ僕11月7日誕生日なんで、デッドラインが12月の7日なんですけど、あ多分俺がすごい忙しいタレントっていうの知ってるからだと思うんですけど、内緒ですけど12月8日まで、内緒ですよ内緒ですよ、こういうのあの誕生日の1ヶ月後ってなってる、もう10もうもう手におじいさんが手にギュッと塩飴をね、塩飴を逃げちゃう、おばあちゃんがあげたって言うと、もう必ずお母さんに怒られるから、あっち行ってあっち行って舐めな、なんつって、うーんつって捨てて、でそのだってあの頃塩いのか甘いのか中途半端な食べ物はすべからくノーだったから、俺はザラメせんべいとかノー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 でしたから、あと変なさうっすら砂糖のさ砂糖と抹茶のさあのやつがうっすら塗ってあるやつあるじゃん、それも完全に塗ってんじゃなくてちょっと塗ってあるやつあるじゃん、あれもノーだったんで、おばあさんの見てないところでですね、処分してました。なんまあ結局はなんかそのリミットのデッドの日が日曜日だと1日伸びるらしいのね。12月7日がおばあちゃんの優しさを踏みにじった話をしてまでのボケなのかっていうとそうではないですけど、12月7日までがその7日がお休みだと8日までみたいなんで、それギリで行ったんですよ、ギリで行って、おいつも思うんだけどさ、俺原付免許しか持ってないんだよ、原付免許しか持ってなくて、しかもその平日のさ何でもない何でもない日の何でもないタイミングでその免許書き換えセンターみたいなところ行ってるわけ、そうするとさでっかいその講習所みたいなところにさね2人ぐらいしか人いないんだよね、しかも30分ごとにその講習やってんだけど、俺行ったのがその始まる例えば4時からだとすると4時4分ぐらいのところに行ってるんだよ、で俺そのタレントパワーでその4分ぐらいなんとかなんねえかなみたいなちょっと空気は出してみたんだけど、それ当然ダメだよね、法令のやつだから、でしかもさ俺自体もう原付にも乗ってないからその免許証が必要なのかどうかもよくわかんないわけ俺の中で、でその一応受付やってる人に次の講習はまた30分だから1時間後になっちゃいますって言われて、
これ義務なんですかって聞いたので、それに関してやっぱね相当言うやつがいるんだろうね。もうちょっとヒステリックな反応で、もう法令で決まってるんです、これは道交法の何々でも決まってることですから、これ義務ですよみたいな、だから義務じゃねえんなら受けたくねえよみたいな感じの、あのガムをくちゃくちゃさせて、でその、 あのガムで作った風船で一旦モルディブに飛んで行って、モルディブから国際電話かけてくるやつがいっぱいいるみたいで、それでもうそのもうちょっとヒステリックな感じ、ダメです、それはもう、これはもうあの決まってますから、これ法律で決まってます、強制です、強制って言われて、これでそのじゃあっていう、もう俺の中で心が完全に折れてたからその4分のロスタイムみたいなものを振り返ってみると、どうでもいいさ、行こうかな、行くのめんどくせえなみたいなので、もう4分ぐらい使ってるから、あれがなかったらすんなり済んでたのにって意識がすごい俺の中にもあるせいで、心がもう完全に折れてるわけ。したらそれまでにその手続きは全部やってるわけよ、その印紙を貼ったりとか、その、それを受付のおばさんに出して、それでお久しぶりなんて、ここでばったり会うなんて偶然だね、知らねえけどなお前なんかって、でね、そんな上がってえ、結婚したって聞いたけど、え、別れてんだ、俺も俺もみたいなね、焼けぼっくいに火がついて黄昏流星群より抜粋でございますみたいな、ね、まだあの中年の性みたいなシーンは俺飲み込めないでいますでおなじみの、ね、黄昏流星群っぽい話もなくですよ、ね、でそのう手続きは全部しちゃってるから、あとはその講習をのビデオとかを見るだけなわけですよ、ね、でもそれでももうちょっと嫌になっちゃってるから、これ仮にもうここでちょっとスケジュール的にきついんで、また後日この講習はしますっていうことは可能なんですかみたいな、で、あ、それはできますけど、あの絶対その間運転しないでくださいよみたいなことを言うわけで、それも絶対運転しないでくださいよ、もうちょっとヒステリックなの、それは多分変なこと言う輩がいっぱいいるんだと思うのよ、ああいう仕事をしてると、そのおまわりさんの一部みたいなものじゃないですか、そうするとここぞとばかりに突っかかってくる人がいっぱいいるから、そういう人だとちょっと思われてると思うんだけど、なんで言うたびそう言われるわけで、さらに俺の方からは、ただその僕期日が今日までだから、その今日までの期日なのにもかかわらずそれはできるのみたいなことをちゃんと聞いとかないと、今日までの期日でこの申請書だけは今日受け付けたから OK で、そのセットになってるビデオ見たりする講習は別日っていうのは大丈夫なんですかみたいなことを聞こうとしてんだけど、ただあれですよ、その延期したらその間絶対運転しないでくださいよみたいなのがちょっと強くて、こっちもちょっとイラってきちゃって、運転なんか一生しねえよって話になってくるわけですよだって俺もう原付持ってないしね、今後なんか原付怖えしね、ただこう俺の中ではその乗ってないから当然ゴールドになるし、ゴールドだから有料運転者だから講習の時間も短いしっていう、それとわざわざサメズとか行かなくても近所でできたしっていう理由で取りに行っただけだから、あんまりこうすごい敵視されるからさ、なんかあの売り言葉に買い言葉で、あ、いや一生ゲンチャリなんか乗んねえけどみたいな感じになってきたんですけど、結局そのなんだかんだって免許はとにかくこれめんどくせえなと思ったら、結局今日で済むんなら今日で済ましちゃおうと思って1時間ぐらい待って、30分ぐらいか待って、で次のやつに入ったりした3人ですよ、自分に比べて、こっから先俺優等生だから、ものすごい一言一言大きい声で返事するんです僕ね、すいません、安全の教則をまず出してください、はい、すごい言うし、質問ありませんか、ありますって言うしね、でも向こうは無視される前提でやってるんです、やっぱりもう自分が行った時もそうだけど、そんな食いついてくる子いないでしょ、一切いないから、無視される前提でやってんのに、質問ここまでわからないことありませんかに対してはいっていう子がいる体でやってないんだよ、ね、でまあそれであのこれ以上やっても他の2人に迷惑かかるから、あのやめようと思って普通にビデオ見せたんだけど、そのビデオの内容が、まあ、前回のその書き換えの時も言いましたけど、まず右折するときに注意すること、車でね、ね、右折をするときに
視覚からどういうものが出てくるかみたいなやつね。俺ゲンチャリだから関係ないじゃん、その右折ね、全然その右折レーンからの右折について全く関係ないじゃん。で次が飲酒運転の危険さ、俺酒飲まないから関係ないじゃんね。で最終的にそのビデオは大体その2つで終わって、最後こうその先生の口頭の授業みたいなやつが5分ぐらいなんだけど、それも、トラックの免許の区分が変わりましたみたいな話なんで何にも関係ないじゃん俺ね。ほんで最終的に免許もらったんだけど、で免許もなんか見れば見るほど俺もう使うこと一切ないなと思ったりとか、あとなんだろう、その俺が免許をそう言われてみれば使ったのは、たまに公的な書類を書くときに本籍地が必要だったりするじゃん。本籍地でも、本籍地ってさ、いつもの住所じゃないじゃん。1の2の3の人でも本籍地はなんか1の1000だったりするじゃんか。それが分かんなくなるたびに免許を見ると書いてあったの昔は。でそれも省略されたとかつって、なんかまあ忙しくないからいいけど。月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカ力。